埼玉県の滝沢酒造の、銘柄があの菊泉と言います。で今日のお酒は菊泉大吟醸秘蔵酒というお酒なんですけれども、5年間寝かせたかなりまろやかで非常にすっきりした味わいのお酒でございます。皆さんこんにちは、和歌山から来ました平和酒造の山本です。紀州のフードと書きましてキッドという酒です。今日のお酒はですね、大吟醸のお酒になります。 35% の矢花錦の精米したお酒になりまして、まあ最高峰のお酒になります。ぜひ皆さん今日は楽しんでください。よろしくお願いします。こちら私は、山形の菊泉というお酒を作っております蔵元の、佐藤でございます。本日お持ちしましたこのお酒は IWC で、レジオナルトロフィーを受賞いたしました大吟醸秘伝というお酒でございます。香りが高く非常に飲みやすいお酒でございます。ぜひ、皆様にも一度お味見していただければと思っております。福岡県の株式会社北谷と申します。八女、お茶の産地の八女に蔵がございます。代表銘柄は社名と同じ北谷です。去年 IWC チャンピオン酒を大吟醸牧場北谷がいただきましたが、今年は本醸造部門で本醸造総伝がトロフィーをいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。新潟から参りました、上越から参りました本醸造の妙高さんでございます。これはコシイブキというお米を使っておりまして、非常に2012年2014年のグランプ金賞に輝いたお酒でございます。よろしくお願いいたします。山形県の米沢市小島総本店の東高というお酒でございます。今日お持ちしているのは東高の大吟醸山田錦というお酒で、IWC の2014年大吟醸の部門で最高賞のトロフィーを頂戴したお酒です。この賞をきっかけにいろんなですねコメントをいただくことも増えたんですけれども、トロピカルフルーツのような味わいと一緒にこうちょっとスパイシーなニュアンスであったりとか、ちょっとカカオのようなコクがあって、すごくこう合わせるお料理の発想が膨らむお酒だというふうにご好評いただいております。これからですね、そういう形で、洋食なんかとも合わせながら幅広く提案お召し上がりいただければなと思います。新潟県長岡市朝日酒造と申します。本日お持ちさせていただいたお酒は朝日山千寿杯というお酒でございます。本年から新しく新設されました、IWC グレートバリュー酒という賞でチャンピオン酒として、受賞いたしました。こちらのお酒の特徴としては、すっきりした味わいと、非常に丹麗な、喉越しが特徴のお酒でございます。冷やしても、常温でも、他にしても、お楽しみいただけるお酒でして、お料理の方は、和食、中華、洋食とでも非常に合わせやすいお酒となっております。ぜひ、皆様の、晩酌のお酒として、お楽しみいただきたい、お酒と思っております。静岡県の磯島酒造です。代表銘柄は、純米吟醸になります。でこの回、受賞したのがおまち 55% になりまして、こちらはおまちというお米をの純米吟醸になります。味がしっかりしていて、その上香りも、強く飲みやすい酒だと思いますので、よろしくお願いいたします。新潟県の小畑酒造です。代表銘柄はマノズルです。今回受賞いたしましたのはマノツル赤門生、こちらは新潟県の500万石を使用しました、純米中取り室賀生酒になります。大変味わいがしっかりしておりまして、香りも芳醇です。また生酒なんですけれども、しっかりと熟成をして、しかしヒレはよく淡麗な味わいとなっております。宮城県気仙沼の男山本店です。代表銘柄は蒼天殿です。今回持ってきたのは蒼天殿の特別純米酒です。地元の蔵の花っていうお米で作ったとてもすっきりした味わいの、食べながら飲んでいただきたいお酒です。岐阜県高山市から参りました平田酒造と申します。代表銘柄は飛騨の花と山の光です。今回のご試飲のお酒は熟成御酒水王です。やや甘口でまろやかな味です。そうです、食前酒から、中華料理から脂っこいお酒から、脂の多い料理から、デザートに
バニラアイスクリームにかけていただいても美味しいです。新潟県下越酒造でございます。代表銘柄は誉れキリンでございます。今回受賞した、お酒は、自醸酒2001年山灰純米酒の原酒でございます。味の特徴としましては、お肉料理なんかと合わせていただくと絶妙な美味しさを発揮すると自負しております。金門秋田酒造でございます。代表銘柄は山吹になります。今回受賞いただきましたのは山吹のゴールド。特徴といたしましては、ワインのような味わい、それと深い余韻ですね。これでいろんな食事が美味しくなるというタイプのお酒でございます。